こんにちは、競馬へ届け花星です。西山です。今年初めての G1 レース、はい、ジグラリーステークスです、はい。まずは関東馬からいきますか、はい。一番人気になるであろうノンコの夢。そうですね、ノンコの夢、まあ、先週ちょっともたついたんで、さすがに稽古動かないまでもちょっと重いのかなと思ったんですけれども、今週は3頭合わせの真ん中に入れて、まあ、走る気を促すような感じで、まあ、先週よりもすごく動きはしっかりしてきましたし、まあ、武蔵野ステークスもこんな感じだったんですよね。もともと動かないでしょ、そんなによく見せないからなんでしょ、はい、ね、だんだんなんか稽古は動かなくなってきたなっていう感じで、武蔵野ステークスもちょっと真ん中で劣勢になってたんで、うん、そうだったね、それと同じような感じだと思いますね、はい。まあ、これだけちゃんとしっかりやってるから問題ないってことだね、はいはい、ね。そんな変に馬体重の変動大きな馬じゃないし、これだけやってれば問題ないということで、はい、よろしいですね。他のウッドチップコースはいかがですか。もうですね、やっぱりロアジャルダンスのがやっぱ集中力が高いタイプなんですけれども、うんうん、合わせまでしっかり追われて、今週はもう反応も良かったし、そうですね、はい、先週びっしり追われた効果がね、はい、うん、良かったですね、反応良かったからね、はい、順調だね、本当に至ってね、はい。モンドクラスなんかも先週そして日曜日と結構ハードに追われた効果で、やっぱり今週は馬なりのマイペースの調整だったんですけれども、とてもいい感じで走ってましたし、これも高いレベルで結構好調をキープしてるかなっていう感じがありますね、はい。あと相変わらずこのコーリンベリーっていうのはものすごいね、すごいですね、すごい稽古だけはものすごいちゃんとしっかり動いてるから、出来がいいんだろうね、これね、はい、うん、前にの関東ができるね、ホワイトログなんかもハンドで非常にね、はい、柔らかい動き見せたから、はい、関東馬はまあ至って順調に、まあ文句をケチをつけるところはないね、そうですね、うん。関西馬どうですか。そうですね、関西馬注目はやっぱりコパンの一騎ですね。去年は東海ステークスからここに向かってレース感覚がなかったんですけれども、で今回はちょっとレース感覚が空くんで、いつも本当単走で直前はジョッキー乗って軽くとかそういうパターンが多かったんですけれども、今回合わせまでびっしり寄って、まあ、ゴールマン過ぎてからやってたからね、ハードにやってたからね、はい、うん、攻めたよね、はい、これで、まあ、息の方とか全て良くなってくるんじゃないかなと思いますね、はい。とモーニンってのは相変わらず動くね、すごい、躍動感躍動感あるっていうかね、これもうなんかもう破壊力抜群な感じ で、 そうです、ね、ものすごくよく映るよね、モーニンっていうのはね、大きな抜群、他で何か目立った馬いた？まあ、タガノトネールとかは前回ちょっと合わせまで遅れたんですけれども、今回まあ単走ですけども、しっかりした走りで、まあ、少しは良くなってるかなっていう感じはしましたね、良化度合いは感じました、うん。まあ、スカンロマンなんかもね、すごいリラックスした感じで、はい、うん、気負いなく動きが良かったから、そうね、グレープブランデとかだってすごい動いてるもんね。そうですよね、うん、そうそう、ものすごいダイナミックなフットワークで動きがいいから、はい、ちょっと攻め馬からなんかそうケチのつける馬はそうですね、うん、まあ、みんな順調に各々のなんかね、はい、まあ、その課題を消化してきっちり仕上がったっていう感じなんで、はい、中でも攻め馬からっていうのを何か取り上げるとしたら、まあ、ノンコの夢ちょっと動かないから、そうですね、ちょっとなかなか上げづらいんだけど、やっぱりモーニンはすごい、モーニンだね、俺もモーニンはちょっとすごい迫力満点だなっていう感じでしたね、そうですね、ピカイチでしたね、うん、まあ、ノンコ今動いてませんけど、これで大丈夫ということでね、はいはい、関西馬はちょっとモーニンがちょっと迫力満点かなという意見が一致しました、はい。